こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今日はパッチリスッキリした目にするために疲れ目解消セルフケアを初級、中級、上級に分けて3つ紹介していきます。今回のセルフケアはパソコン作業が多くて目がかすむ方、目が疲れてまぶたが重たい方、目の奥が痛いなぁと思う方におすすめです。それでは早速セルフケア始めていきましょう。はい、それでは疲れ目を解消するセルフケアをお届けしていきます。まずは初級編になります。初級編めっちゃ簡単です。簡単なんですけれども、指を当てる位置がポイントなので、先にそのポイントから解説していきます。じゃあちょっと右目からいきましょうか。右目やるんですけども、右手を用意してください。で、右の親指を使います。まずは目頭のところに指を当てていただいて、そのままこうまぶたの上をこう通るように骨をなぞってほしいんですよね。骨ありますよね、このおでこの骨、おでこの骨のところのこの際をなぞるようにしていったら、パコってへこむところがあると思うんですよ。僕だったらこの辺り、うん。で、このへこんだところに親指を当ててください。ここのへこんだところを押してほしいので、まずはそこを見つける、はい、見つけました。で、見つけたら今度は押す方向が大事です。どこに方向、どの方向に押すかというと、反対側の斜め上です。なので左側の斜め上の方にグーッと押し込みます。で、この時目閉じてって大丈夫ですからね。目閉じてグーッと押していく。で、これを30秒キープします。ちょっと模型使って場所を説明していくと、このおでこの骨って水色の骨なんですよね。で、目尻に指を当てて、そのまま骨をなぞるようにズズズズズっていくと。で、くぼんだ場所が人によって多少前後差あるんですけれども、真ん中より内側の方にくぼんだ場所があります。で、そこに指を当てたら、あとは反対側、なので左側のおでこですよね、左側のおでこの方向に対してグーッと圧を加えているだけです。これだけです。これだけで目パッチリします。疲れ目解消します。で、疲れ目の原因になるのはやはり目を酷使しすぎて、ここの周りの血流不足っていうのがやっぱり考えられるので、ここを押すだけでまぶた周りにじわーっとこう血が流れる感じ出ますから、なのでまずはここを緩めていただきたい。で、押している時間としてはだいたい30秒ぐらいです。30秒ぐらい経ったら反対側もやるようにしてください。左側の目頭に親指を当てて、そのまま上にズズズズズってなぞってきます。くぼんだ場所があったらそこに指を置く、止める。そしたら今度は右側のおでこの方向に対してグーッと圧を加えていく。で、このまま30秒キープです。今私ね、こう座って何もないところでやっているから、この肘の支えがないんですけれども、例えば机ね、デスクワークの方とか机があるなら、肘を置いていただいて、ちょっとこれ行儀悪いけどね、机だったとしたら、肘をこう立てながらグーって頭の重さをね、指にかけても大丈夫、これでも十分効くから。で、ポイントは押す位置ですよ。あとは方向です。へこんだ場所とその反対側の斜め上にグーッと押す、これだけを間違えないでください。これで初級編目すっきりしますから、ちょっとやってみてください。はい、それではね、初級編やったけれどもまだ目がね重たいなっていう方は、ぜひこの中級編をやっていただきたい。で、中級編を解説していきます。で、中級編なんですけれども、ポイントになってくるのがこの長頸骨という骨になります。はい、ちょっとそこのね、まずまた触る場所がポイントなので先に言っていきます。模型で言ったらこの黄色の場所です。で、人の体で言ったら今度目尻、はい、目尻にですね、人差し指と中指このように重ねていただいて、目尻に指を添えます。じゃあそのままこの耳の方向に対して指を滑らせてください。ずーっと滑らせる。で、滑らせるとまたこれもくぼんだ場所があります。うん、まあ俗に言うこめかみっていう場所なんですかね。で、そのへこんだ場所に指を当てます。ここがポイントになりますので、まずその場所を確認してください。目尻に指を当ててプー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 って耳の奥に滑らせていくと、ポコッとへこむ場所がありますから、それがちょうどこの黄色の長頸骨という骨になりますので、その位置をまず確認。はい、じゃあ次、確認したとします。これ両方同時にやっていただいていいです。滑らせて確認、はい、へこんだ場所にね。したら指当てました。当てたらあとは円を描くようにほぐすだけです。これどっち回しでも別にいいです。円を描くように1分間ほぐしていきます。はい、これだけです。これだけでまた目すっきりしますから。これはですね、長頸骨という骨はですね、目を支えている骨なんですよね。
なのでここの周りをしっかりと整えていくと、先ほど言ったようにこの目の周りに血流がじわーっと流れていくことがあるんですよ。ちなみに私普段患者さんにやっているこれテクニックというかね、やり方なんですけれども、これで患者さん目パッチリした、なんか視界開けてみたみたいなねお声結構いただくので、これ非常におすすめです。ただし注意点があります。この注意点は必ず守ってください。力加減です。これが強すぎる圧、はい、強すぎる圧でやると逆に気分が悪くなったりとか頭が重くなったりします。なので優しい力加減です。本当に気持ちいいなとか、なんかよくわかんないなぐらいの圧でちょうどいいと思います。ゴリゴリやって効いてるなとか言っていいけど我慢しようみたいなやつでやったら、あの時間経ったら多分気分悪くなると思いますので、その力加減だけ注意してください。だからちょっと難しいと思って中級編にさせていただきました。この力加減を守っていただいて、この長頸骨周辺をほぐすだけで目すっきりします。ぜひやってみてください。はい、それでは初級編中級編やったけどまだまだ目が疲れているな、そんな方はですね、この上級編をやっていただきたい。初級編中級編ではですね、この目の周りの筋肉に血流を流しましょうというやり方だったんですけれども、なんと上級編はですね、今度眼球もう目を動かしちゃいます。でほぐしとかでね血流の流れは良くなってるんですけれども、どうしてもこの疲れ目の人ってパソコン作業だとかスマホだとか常に同じ距離というかね、一定の距離でずっと目を酷使している人が多いんですよ。なのでこの目を動かすことによってですね、この目の周りの今度筋肉を使うようになるんですよ。筋肉って動かなすぎても硬くなったりするんですよ。なのであえて動かして血流の流れ、目の周りの筋肉を柔らかくしていきます。やり方超簡単です。いきますよ。でポイント先言っちゃいます。顔の位置は常に正面です、はい、顔は絶対に動かさないでください。何を動かすか、目だけです、はい、じゃあやり方いきますよ。まあ指一本何でもいいです。指一本こう前に出します。で見えてますよね、見えてますよね。でそのままじゃあ上行きましょうか。上にグーッと行く。で顔動かさないで目だけこの指を折ってください。で消えるところまで、この指が消えるところまで持ち上げる。これです。私はここで消えますので、ここの状態で10秒ほどキープですね。で10秒キープしたらゆっくりと戻す。この時もずっと目で追ってください。まばたきはしていただいていいからね。でこうすると普段こう動いていないところまで目をあえて動かしてるんですよ、うん、なのでこれだけで目使いますので、筋肉柔らかくなってくるんですよね。ちょっとやっていただきたい。でこれ上を今度やったら今度下です。でこの時も顔は正面、顔は正面向いたまま、ちょっとどこまで行くかな、私だとこの辺で指が消えちゃうのでここで止めます。消えそうなところで指を止めて、あえてずっと見続けてください。10秒間見続けます。で10秒経ったらゆっくり指を戻して、これも目で追っていく、はい、これだけです、はい。まず上下やってください。次左右いきます。でちなみになんですけれども、今回眼精疲労目、ね、疲れ目という形のケアなんですけども、なんとこれ首の可動域も変わるんですよ。例えばですよ、例えばちょっと私あるかな、右左、映像で分かるかどうか分かるんですけど、左の方が行きにくいんですよね。そう、左の方が私行きにくい、はい、ちょっとこれを覚えてもらっていいですか、はい、首の動き悪い方ぜひこれもチェックとして見てもらいたいんですけども、今度で左行きますよ。左側のところも顔は正面向いて目だけで追っていく。で消えそうなところになったらここまでかな、はい、ここで10秒キープ。でこれで顔動いてる、顔動いてる、目だけね、目だけ頑張って追って、これでゆっくり戻していく、はい、これです。これで首の動きがどうなってるかって見ると、こんなに向くようになるんですよ。目の動きが硬いっていうんですかね、目の可動域が狭いと首も固まるんですよ、うん、首を動かすときって本当は目が動いてそれに連なってこう首が動いてくるんですよね。でも目が途中で止まっちゃったら首もやっぱり止まるんですよ。だからあえて目をこう動かして、目だけをこう動かしていって、それで解放してあげると首も動くようになりますから、ちょっと一石二鳥じゃないですか。最後右行きましょうか。右側も顔は正面、目だけで追っていく。うわ結構きつきつ、ここです、ここで止まります。これで10秒キープです、はい、これだけですよ。
これだけで筋肉が動くようになって、最終的に血流がじゅわっとなりますから、じゅわーってくるから、マッサージとかね、ほぐしだけよりもたまにはこういうエクササイズ入れた方がいいですよ。これでどうですか、目パッチリしません、目動かしたみたいな感じで、なんか運動後みたいなスッキリ感が今度出てくると思いますので、上級編あえてこれを用意させていただきました。初級中級これでも足りなかったらこの上級編ぜひやってみてください。はい、今日は疲れ目を解消するセルフケアを3つ紹介していきました。どれも簡単にできると思います。疲れ目で目が重たいと悩んでいる人はぜひ習慣化して続けてみてください。疲れ目が解消してスッキリパッチリした目になりますか。それでは今回の動画は以上になります。今日の動画が役に立ったという方は高評価ボタン、あとはチャンネル登録お願いいたします。ではでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。